若槻さんからゆずのお二人への質問です。はい、はい、あの紅白歌合戦で、はい、あのいただいた記念の MA1 がすごくあの可愛くて、メンバーも早まる勝ちって言って挙手制でいただいたんですけど、もうすごい勢いでなくなっちゃって、こういうのはお二人で考えてらっしゃるのかなと思って。こういうのを主に僕を中心に考えてます。みんなですね、はい、そうなんですね。考えてますね。いろいろあのグッズは凝ってるものがあって、うん、今日あのグッズちょっと持ってきたんで。あ、本当ですか。はい、お、来た。おお、かわいい。いよいよお前何屋さんか分かんなくなってる。いっぱい取れたからね。欲しい。そう、みんなにあげよう。これもね作ったんですよ。これカトゥーンのみんなにあげて。あ、カトゥーン。あ、ぜひ。僕みんなあげたかね、これね。ありがとうございます。なんかしたんで、ね、何かの人みたいになったんですね。FNS であげたね、確かね。ありましたね、これ。また後であるからね、いっぱい。これね、作ったんですよ。かわいいですね。昔、ゆず太郎ってキャラクターで、ずっと自分たちでこういうキャラも作って、うん、やったりしてますね。斉藤飛鳥です。今日は、私のお家の玄関をご紹介します。こんな感じで、玄関を並べています。いろいろな面白い、面白い。海外のものもとっても多いですし、いただき物も多いです。お、遠いってね、生だ。ロンドンのゲートモダンで自分で選んで買いました。なるほど、ちょっと変わった感じのね、空を。あ、ドラムがある。うん。